こんばんは、西村ジオ第14回西村東社道の池です。今年もね、あと少しとなりましたね。冬込みに関するお問い合わせもね、ちょっとずつね増えてきて、いよいよ年末が近づいているなっていう感じはしてます。さあ、浜県との西村ジオ、略して浜ジオも第5回目です。この番組は高知県出身の声優浜県人さんが東京の街をブラブラお散歩しながらおしゃべりするというラジオ番組です。 RKC 高知放送で毎週日曜日の16時から放送しています。でもなぜか深夜番組の中でねってよく聞かれるんですが、深夜っぽい雰囲気あるんでしょうかね。浜地はね、夕方のまったりした時間にお送りしているので、お間違いなく内容もまったりです。ネット配信版では浜さんが収録している様子がちょこっとだけおまけ映像としてね流れてるんで、楽しみにしてくださいと。今回はこの後すぐのオープニングで流れる気ね。それでは浜城第5回をお聞きください。よいしょらしいで、いやいや、基本的に全部触っちゃいけないですね。これなんかこういう歴史のある建物に入ったのが初めてやったし、うん、だからすごい新鮮やった。俺初めてかも、本当にこういう建物に入ったが。今日の西村ラジオはこんな感じです今ね、なんとね、すごいところでこんなことし、さてどこでしょう。1、旧岩崎邸庭園、2、この前行けなかった東京タワーの屋上、3、浜県人宅。さてどれでしょう。正解は1です。俺に出したんじゃないなんで一人でクイズ出して一人で正解言ってわははは、みたいになってんの。まあそういうわけでね、今ね岩崎邸庭園に来ちゅう。岩崎邸庭園で日向ぼっこだね。うん、そうやね。ベンチに座ってゆっくりしゅう。まあね、ここのベンチにたどり着くまでに中をざっと見たわけだけど、うん、なんかどうだった。割と夢中。夢中。なんかすごいオーラじゃないけど、なんやろうね、雰囲気がすごい良かった。あの一番ねおすすめはね、あのね、金からかわしか、確かすごい綺麗やった壁紙とかのね。そう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 、なんか金の模様が、うん、なんか壁に手ついたらいかんらしいで。いやいや、基本的に全部触っちゃいけないやつ、うん。これなんかこういう歴史のある建物に入ったのが初めてやったき、うんうん、だからすごい新鮮やった。俺初めてかも、本当にこういう建物に入ったが。へー、今日の西村氏はこんな感じですこの建物あれ何式か知ってる？あ、市中よ。何式？あれやろ、あの何式やろ。え？そんな短くないんだよな聞き間違えたにしろ。まあね、全部式やろ。違うよ。じゃあ1、うん、アジア式。うん、2、うん、ヨーロッパ式。うん、3、うん、高知式。わかった、高知式。え、これは来たろ。うどなが高知式やろ。これは高知にこんな洋館あります？ 300m 歩いたら1個ぐらいあるでヨーロッパ式。じゃあヨーロッパ式。あ、そうなんや。なんかね、ヨーロッパ風のところと純日本風のところに分かれちょって、内装がで、ヨーロッパの方はゲストさん専用みたいな感じで説明が書いちょったで。なんかそれでね、うん、住みたいなって思ったらね、あの西村さんに、じゃあ10人ぐらいメイドさん雇ってくださいって言われた西村さんと西村くんが俺がよね、うん、実は東社道さんの方ね、うん、まあそんなわけで西村ジオ始まるぞ。オープニング後のハム県人です。え？あのこの前のクッキー。ええ、それは覚えてるけど。浜県人じゃなくて浜県人。自分から名乗るかなと思って。ちょっと気に入っちゃう。
実はちょっと気に入っちゅう、はあ、ちょっと場所を変えてね、あの、うん、今日は、うん、あの順番とかね、うん、囚われるの嫌だから、うん、まず、うん、プレゼントコーナーから行く。なるほどな、さすが西村ジオ。え、だってなんかプレゼントコーナーで締めるみたいな勝手に思ってたでしょ、うん、確かに。いやだからそういうのね嫌じゃん、なんかもうありきたりな。あ、もうプレゼントコーナーだから、あ、もう本編終わっちゃったわみたいな感じでリスナーさんもだからチャンネル変えちゃう可能性もあるし。そうか、なるほど。西村ラジオは気が抜けんと。プレゼントコーナーの後もなんかあるかもしれんと。そう、いやだってプレゼントコーナーだけ聞けばいいやみたいな人も出てくるかもしれない。あ、そうやね、それは悲しいね。それはちょっと悲しい、悲しいね、うん、ちゃんと本編聞いた上で、うん、っていうね。なるほどね。じゃあラスト5分だけ聞いたらプレゼントもらえると思っちゃったあなた、残念でした。今日は今からプレゼントコーナーです。何の準備もしてないでしょ。そうやね、本人が何のカンペも持ってなかった。今回のプレゼントはね、レキシングの CD 第1巻やね。これはね、西村東社堂さん、そう、西村東社堂さんが関わっちゅうき、今回はこんないいもんをプレゼントするで。じゃあね、例のごとくね、あのね、今回も留守電に吹き込んでもらうで、留守電に。あのね、メールありがとうみんな。でもね、メールだとプレゼントはあげれんがよ。いつまでこの子やるがよ。そう、メールやっとね、プレゼントあげれんがよ。留守電にね、ぜひね、うん、お願いします。あの留守電聞いてくれた人は気づいたっていうか分かったと思うけど、俺も電話して。本当に、うん、ただ聞きたいだけで。聞きたいって何を。何を聞きたいわ。いや、あのどんな留守電メッセージ流れるのかなって、うん、留守電メッセージ、うん、それは。いやだってまさかあんな人がさ、あんな人が、あんな人が、あんな人が、あんな大それた人が。ちょ、それはやめよう。怖くなる気、怖くなる気、やめよう。はい、じゃあ例のごとく番号言っていくで。はい、0888338148、0888338148。はい、それに、ラジオネームと本名と住所と電話番号と、あと欲しいプレゼント名やね。今回のやったら第5回放送のレキシング第1巻、もう一回言うで、第5回放送のレキシング第1巻っていう風に言って留守電に残しちゃってください。あのね、西村くん曰くすごい人がね、ボイスを残しちゅうらしいけ、楽しみにしちょって。俺はよう言わん。マジすごいからね。やめて。なんで。聞いてみんな、そしたらわかる。あの期間でも分かっちゅうろと思うけど、うん、何もっちゅうが、え、何もっちゅうが、それ。知りたい、知りたいよ。なんかさ、ね、うんうん、レキシングって言ったからさ、うん、なんだよ、うん、レキシングをね、うん、台本があるよ。嘘やろ。あのね、本当にこの番組打ち合わせっていうもうほとんど線画ですよ。台本も本当にないですし、これ裏話長いけど、台本なしの打ち合わせなしやけ、何が来るかわからんがよ、ほんまに。だからあの初見、完全に。うん、なんかね、結構あの、うん、今ねこれ標準語で書いた。ああ、そうなのや。うん、それだから、うんうんうん、今日はね、うん、俺チョイスで、うん、読んでほしいセリフをね、うん、チェックしてきたから。おお、なるほど。これを、うん、土佐弁で、土佐弁、うん、土佐弁で、うん、読んでもらいたいなと。初見で、初見でね。はい、まあここはプロなんで腕の見せ所ですね。怖っ。あのね、うん、真ん中の武智半平太役を、これを読んだらいいからね。うん、武智半平太知ってる？うん、知っちゅうよ。ハンベータになりきってん、頑張る、いや、やる、頑張る、NG ワードやった、ごめん、頑張る、NG ワードやき、やる。心して聞いて、ハンベータ、じゃじゃん、うん、
世界へ出てみたらわしもまだまだ日本でやり残しちゅうことばっかりやきにゃ。おお、いかがでしょう。にゃーってなんなの。にゃーはそうや、どういう時に使えばいい。難しいニュアンスで使うきね。でもね、若いコーチの人は使わん。なんやろ、お父さん世代になってくるね、にゃーっていう言葉を使うのは。言わんもん俺にゃーって。使わん使わん、全然使わん、にゃーって。なるほどね。あ、ちなみにあのさっきのあの土佐弁どういう意味かって、東京の言葉に直したらどういうのかっていうのを言った方が分かりやすい気がする。あの一応一応ね。うん、じゃあそれも やりたい。やる。じゃあ言うで。うん、うん、世界へ出て私もまだまだ日本でやり残したことは多いと学んだからなっていう意味でした。ああ、うん、そんな感じ。これ知ってる？あのレキシングで。うん、レキシング、あの うん、どなたが半平太役か。畑野さん、うん、よね。畑野さん、あのキャストは本当にあのすごい方です。あの現場でご一緒させていただいた方も一緒です。まあすごいあの、うん、素敵な作品な焼き、うん、ぜひね留守電を聞いて、ね、勇気を振り絞ってメッセージを残していただければと思います。毎回毎回ね留守電残しちゃったらもしかしたらね変わったいいことがあるかもしれんしね。何そのスペシャルルール。え、あのさっきちらっと西村東社長さんと話したあの何がとはこれは言わんけど、お楽しみに。お、まあ、西村賞ね第5回もねこういうグダグダっぷりでいよいよ終わりを迎えようとしようね。まあね、うん、特に何したってわけじゃないね。そうながよねなんせこのラジオ浜健とかブラブラする番組でもとりあえずね今日は、うん、あの、うん、旧湯崎亭にお邪魔しまして、うん、そうすごい歴史のあるいいところでした。多分ねまたプライベートで行くと思う俺個人的に多分ちょっと雰囲気好きやったヨガマットでも持ってけば。せやね、ダメでしょ怒られるね多分ね。怒られるね。でも結構ね日の当たってるいい感じの、うん、すごいいいところやった、うん、ございまして、すごいいい庭やったっけね。またみんなもねぜひね東京に来たらね行ってみたらどうやろうか。俺は、うん、ゆっくりしたい人にはおすすめのところと思う。まあね、うん、まあそんなわけでね第5回西村ラジオありがとうございました。来週もまた聞いてよ。ダメダメ。え、まだやり残してることあるから。何何疲れた疲れた何疲れた何だから逃げようと思ったのにいかんかったいやそんなこともあろうなと、うん、勝手に締めやがってと思ってそっか気づいたか。待て待て、うん、ごめん。じゃあ今回のスカルタ何？頭。あ、あ、あに戻るがやね。それで戻ってない。新しくあ。新しくあか。そっか語弊があったね。うん、新しくあか。どうせ何も考えてないだろうから。そうよ。考えてもねどうせ別の文字が来ると思ってね無駄っていうことを前回で悟った。あで言えばいいわよね。うん。どうしよう。じゃあ。シンキングタイムスタート。じゃあできたみたいなんで。うん、できたよ。超自信ある。マジで超自信あるわ俺。才能あるわ。前回前々回滑ってるから。いや前回前々回大受けで。いやいやいや前回俺勝ったし。いや前回も俺が勝っちゃったね。いやいや勝ってないしじゃあ言うで。疲れたの。うん、あ、じゃじゃん。あくびが出るほどゆったりしたいい雰囲気の岩崎っていう。うん、まあ前回よりねいいんじゃない。まあ99かな残り1点はどっから出てくるのその自信はあのねもう開き直らんといかんなって思って辛くなるだけやなって思ってあのねありがとうございましたということでね、うん、まあ疲れたもやったことですし、今度こそ本当に西村ラジオ第5回
終幕となります。来週もまた聞いてよ。バイバイ。また来週。バイバイ。また来週。また来週。バイバイ。浜健人の西村ラジオ。浜城第5回どうでしたか？番組内でお知らせしたプレゼントの応募方法や締め切りなどの詳しい情報は西村ラジオ公式サイトの放送後期に掲載していますので、そちらを参考にご応募ください。まあ、ちょっとだけ聞いたんですけどね、留守番電話の方ですが、こちらのね仕掛けがね近々リニューアルするみたいですよ。気になる方はまた電話してみてくださいね。さてもう12月になっちゃいましたね。12月といえば皆さんが連想するものは何でしょうか？冬休み？冬込み？クリスマス？皆さんはどんなクリスマス過ごしてますか？僕はね、クリスマスの思い出って言ったらここ数年、まあここは何年や、もうほんと数年ですけど、連続でね、実は朝まで会社にいるんで、朝仕事終わって帰って誰もおらん家で一人でケーキ食ってます。皆さんも仕事を一緒に頑張りましょう。なんだこれ。男の土佐弁講座。このコーナーは土佐弁の意味や使い方を皆さんに覚えてもらおうというコーナーです。今回はですね、チューやニャーやガをねちょっと説明したいんですが、この辺は皆さんもよく耳にする言葉やと思うがですけど、例えばなんとかチュー、例えばしっちゅーとかやっちゅーっていうのは、まあ一般的に言うとなんとか知っているとかなんとかやっているっていう意味ですね。あとはまあさらにそれを強調する意味でよく使うのがにゃーとかきーとかいう言葉なんですが、例えばさっきのしっちゅーがやきーとかね、やっちゅーがやきーとかしっちゅーにゃーとかね、やっちゅーにゃーとかね、まあ強調の意味でねにゃーとかきをね使いますけどね。あ、標準語では知ってるよね、やってるよねっていう意味ですね。で今回も、いつも通りの居酒屋での一コマを例文にしたいと思います。おやりゆかえ、おやりゆで、どうお前もやっていかんかえ、どうしようかね、やっていこうか、おやるやる。やるしか言うてないで、これはひどいでね。土佐弁、土佐弁ひどいな、ひどいで、土佐弁下品なで。で今回も、いつも通りの居酒屋での一コマを例文にしたいと思います。おうやりゆかえ、やりやりゆ、みんな集まっちゅうかえ、お前が最後やき、ごめんごめん待たせたにゃ、みんなだいぶ出来上がっちゅうぜ。まあ、訳するとですね、大体ね、おう、飲みゆ、ついつい飲みゆってしまう。おう、飲んでる？飲んでる飲んでる。みんな揃ってる？お前が最後だよ。ごめんごめん、待たせたね。みんな、だいぶ酔っ払っているよ。こんな感じですね。ということで、今回は、にゃー、ちゅー、が、でした。次回もお楽しみに。いよいよエンディングとなりましたが、またちょっと時間がね少しだけあるんで、また私のプライベートな近況でも、近況じゃないですけどちょっとした小話ですが、皆さんは年末どうしてます？どうしてましたか？僕はね10年ぐらい前ですけど、まあ、ちょっと暇な、何もない予定がない年末がありまして、その時にね、まあ、テレビ見よったら年越しライブとか、まあね、行く年来る年とか見ながら時間を過ごしてたんですけど、なんかね急に寂しくなってね、カウントダウンの時に一人でベッドから飛びました。この番組は西村東社堂の寂しい池が、あ、僕関係ないよね。この番組は西村東社堂の提供でお送りしました。ではまた来週。